昭和30年頃、敗戦の混乱から立ち直った日本の社会は、消費文化の急速な高まりとともに高度経済成長期を迎えようとしていた。これはその頃、湘南海岸に集まった若者たちの愛の物語である。奔放な青春のエネルギーを爆発させた彼ら若者たちを人は太陽族と呼んだ。わかったぜ。試合前にお前に花束を送ってきたのはあの女だ。剣闘を見に来るのに着物を着てやがる。花見じゃあるまいし。津川さん頑張って。俺が英子に出会ったのは5日前の土曜日だった。ねえねえ見て。町へ出たものの、商売女と遊ぶだけの金もなく、そこで素人のお嬢さんを誘ってみようということになった。あのちょっと失礼なんですが、 あの僕は明星学園のスポーツ、いや剣闘部の津川達也と申しますが、すいません。まあ剣闘？ええ、フェザー級です。その実は僕らみんなで遊ぼうとしたんですけど、誰も女の人を知らないんで困っていたんですな。絶対ご迷惑をおかけするようにはいたしませんから、もしお暇でしたらお願いできませんか。よろしかったらぜひ。おーい、よろしく。どうも。花をどうも。でもあんなに騒がれちゃ困るな。試合しててうるさくてしょうがねえや。あらご挨拶。津川さんって案外ずぶといのね。確かさっきは着物を。他の二人は巻いたわ。それ以来俺たちは何度も会った。英子は恐ろしく顔の広い女だった。しかも男に。でもそれが何だと言うんだ。この女と恋をするわけじゃあるまいし。女が来てるぞ。いい女だな。やあ。ついでだったから。ついで？もうじき夏でしょ。葉山のサマーハウスの準備に来たの。ふーん。あ、ヨットに乗ろうか。今夜東京へ帰るのかい？そうね、面倒だから今日は葉山に泊まろうかしら。だったらうちへ来いよ。風呂入って飯食ってゆっくりしてたら。僕もやっぱり風呂に入ってくら。悪いけどちょっと待ってて。えい。英子さん。
ねえ、あのサンドバッグ叩いてみせて。今すぐお願い。英子さんとはこの頃いかが？どうってこともないさ、よく会うよ。そうかね。それじゃあ一昨日カスピで英子と踊ってたのはお前だったのかな。声かけりゃよかったな。一昨日？ここは接待を口実に親父がよく通う店だから、俺も便乗して伝票にサインすることにしている。須賀はあいつがいるぜ。ん？ほら、英子とカスピでイチャついった野郎さ。どこに？派手なジェスチャーで女を笑わせてる野郎だ。松本さんよ、バンドマスター。ファイブローズのトランペット吹いてるでしょ。この頃カスピに出てるんですって。売り出し中よ。須賀、騒ぎ起こすなよ。分かってる。ちょっと奴の足を踏んでくら。ちょっと待てよ。なんで俺に叩かれたか分かるか。靴を踏んだからでしょう。この野郎、知っててなんでとぼけやがった。あ、やだ。達也、あんたやれてんのね。俺の好きな夏がやってきた。いいのをやってやがんな。ここじゃ踊れないわね。夜行中かしら。ちょうちんあんこ。まさか。おい、来ないか。待って。
ぬるっとして光るものが。クラゲだよ。船に戻りましょう。なんだか怖いわ。臆病だな。だって信じられそう。パツ、もう寝たのか？ああ。まだ11時じゃないか。今夜ホテルでパーティーがあるんだってさ。チャンスだぜ。処女撲滅運動万歳だ。疲れたから寝る。兄貴うまくやってこいよ。うん、じゃあな。英子は俺の行くところどこへでも姿を見せるようになった。あの時と普段は別だというのに、この女は一体何を考えてるんだろう。サリー、こっちに乗れよ。あー、嬉しい。あー、子は俺が預かった。やつはもうお前に惚れてないよ。一晩兄貴と寝たからって言い訳しなくてもいいんだ。今だって俺が誘えば絶対ついてくるさ。そうかな。よし、じゃあ今晩お前が引いてみろ。それで俺がアウトなら5000円やるよ。もし嫌と言ったらお前が5000円よこせ。どっちにしろ手切れ金と思えばいいじゃねえか。ああ、俺の負けだ。一つ条件がある。今さら条件なんて汚ねえじゃねえか。なあ達也、お前今日こっから消えてくれ。頼む。そうじゃないと後がやりにくくてダメだ。山へ行け。山へ。金は俺が出してやるから。よし、そんなに欲しけりゃあいつをこの5000円で売ってやら。本当か。ああ、よし、勝った。
俺は行方をくらまし、その後は新潟での剣道部の合宿に入った。夏もそろそろ終わりだ。私も帰るわ。つまらないんだもの。たっちゃんどうしてるかな。あいつはもうあなたに興味ないよ。それに。それに。やつは約束固い男だよ。約束って。やつに聞いてみるんだな。それよりもう一泳ぎ行こうぜ。うわあ、来てる来てる。モテるね俺たちは。合宿中、俺たちが一番恋しかったのは女でも食い物でもない都会のこの夕方さ。道久さんとの約束って一体何なの。聞かれるだろうと思ったよ。たっちゃん、それじゃ私売られたの。そうなるかな。5000円でお前には指一本触れないって兄貴に約束したんだから。そんなこと私が承知すると思って。承知するしないって俺たちだけの約束じゃないか。あなた、そのお金どうしたの。使っちまったさ。そう、それじゃ私が道下さんにそのお金払い返すわ。けどまた同じ契約を俺と兄貴が結んだらどうする。いいわ、二人が諦めるまで私払う。バカバカしいじゃないか。あなた、自分がそうすると思う。ああ。どうして私をそんなにいじめたいの。本当に心から私が嫌いになったらあなたはそんなことしないでしょ。私には分かるの。お願い、本当のことを言って。あなたはそれでも私を愛してくれてるんでしょ。どうもそうらしいや。それなら何でもっと素直に愛することができないの。私にもそれができなかった。でもあの夜からあなたにだけはそれができるようになったの。あなたも私も傷だらけだったのよ。みんなだってそうかもしれない。でもそれは治せるのよ。もう一度契約だ。送りつけりゃあいついくらでも送ってよこすぜ。気が咎めるな。冷たくされたんだろ。しっぺ返しのつもりでサインしろよ。そうだな。思った通り、英子は金を送ってきた。その後も俺は渋る兄貴に約束させて契約書を送り続けたが、英子はその日に払い込んできた。合計2万円になった時、俺は不思議な感動に打たれた。気持ち悪いのか赤ちゃん。今日はそれを言いに来たの。誰の。何を言ってるの。もう美月、あなたの子供よ。どうするの。どうするって。産んでいい。私産んでみたいわ。じゃあ産むさ。赤ん坊がいたって悪くはねえやな。本気でそう言うの。見てみな、これがチャンピオンだとよ。リングとはまるで別人だぜ。こうなっちゃおしまいだな。チャンピオンベルトとのお別れも時間の問題だぜ。はっきり決めた、赤ん坊はなしだ。いつかはそう言われるだろうと思ってたわ。でもなぜなの。みっともねえや。
いいな。死んだ？嘘つけ。本当です。帝王切開の手術をして4日後腹膜炎を併発したんです。お葬式は明後日だそうです。なぜあなたはもっと素直に愛することができないの？一つ見えない悲しみの